はいどうも皆さんこんにちは、カンタです。今日は OB セレクション第6弾が登場したということで、ガチャやイベントの累計で誰が当たりになるのか、一人ずつの能力解説評価の方をしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。ということでテンポよく能力解説評価の方やっていきます。まずは阪神小林選手、リーグ評価 A、 リアタイ評価 B となっています。デフォルトスタミナ A に乗っており、総合で QEA が可能です。球種の方は5球種となっており、スタンダードな球種となっています。リアタイ面は厳しいでしょう。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて広島高橋選手、リーグ評価 B、 リアタイ評価 B プラスとなっています。デフォルト走力型となっており、総合でミート走力 A 同値が可能です。2016の査定からミート4アップパワー3アップとなりました。守備の方はメインのショート適正 B となっており、限界突破でレフトが可能になります。特殊能力の方にはアベレージヒッターがついているため、ある程度打ちやすいでしょう。続いて横浜牛田選手、リーグ評価 A、 リアタイ評価 A となっています。デフォルト QEA に乗っており、オーダーに入れやすいでしょう。球種の方は4球種となっており、フォークを2種類持っています。大魔神とタイプが被りますが、純正リアタイで使えてくるでしょう。特殊能力の方にはタイピンチがついており、その点も魅力的です。続いて巨人松井選手、リーグ評価 A プラス、リアタイ評価 A となっています。デフォルトミパエに乗っており、称号でミパエ同値が可能です。守備の方はメインのセンター適正 C となっており、限界突破で外野全てが可能になります。特殊能力の方にはプルヒッターがついており、その点は若干残念でしょう。続いてヤクルト若松選手、リーグ評価 A、 リアタイ評価 B プラスとなっています。デフォルトミート A に乗っており、オーダーに入れやすいでしょう。守備の方はメインのセンター適正 B となっており、限界突破で外野全てが可能です。特殊能力の方には超アベレージヒッターがついており、ヒットを量産できるでしょう。続いて中日川上選手、リーグ評価 A、 リアタイ評価 B となっています。デフォルト制球スタミナ A に乗っており、総合でオール A、 球威制球同値が可能です。球種の方は6球種となっており、変化量の小さい球種が多いため、リアタイ面は厳しいでしょう。特殊能力の方には一応超コントロール20丸がついています。続いてオリックス山口選手、リーグ評価 A、 リアタイ評価 B となっています。デフォルト QEA に乗っており、総合で QES が可能です。ロマンのある選手でしょう。球種の方は3球種となっており、限界突破なしで中継ぎ、限界突破で先発が可能になります。スタンダードな球種のため、リアタイ面は厳しいでしょう。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いてロッテリー選手、リーグ評価 A プラス、リアタイ評価 A となっています。デフォルトミパイに乗っており、 A コンボに絡みやすいでしょう。守備の方はメインのライト適正 D となっており、限界突破でレフトファーストが可能です。使うなら代打 DH 起用になるでしょう。特殊能力の方には超アベレージヒッターがついており、打ちやすさは抜群です。続いてソフトバンク藤原選手、リーグ評価 B、 リアタイ評価 B プラスとなっています。デフォルト走力型となっており、称号でミート走力 A 同値が可能です。守備の方はメインのサード適正 B となっており、裏捨ては普通の値となっています。特殊能力の方には超アベレージヒッターがついており、ある程度打ちやすいでしょう。続いて楽天福森選手、リーグ評価 B プラス、リアタイ評価 B となっています。デフォルト QE 型となっており、称号で QEA が可能です。球種の方は6球種となっており、限界突破なしで中継ぎが可能になります。スタンダードな球種のため、リアタイ面は厳しいでしょう。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて西武カブレラ選手、リーグ評価 A プラス、リアタイ評価 S となっています。デフォルトミパイに乗っており、称号でパワー S が可能です。ロマンのある選手でしょう。守備の方はメインのファースト適正 E となっており、限界突破でライトが可能になります。使うなら代打 DH 起用になりそうです。特殊能力の方には広角打法がついており、打ちやすさは抜群でしょう。続いて日本ハム古谷選手、リーグ評価 A、 リアタイ評価 A となっています。デフォルトパワー A に乗っており、総合でミパエ同値が可能です。守備の方はメインのサード適正 C となっており、特殊で B が可能になります。肩も強く使いやすそうです。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。OB セレクション第6弾能力解説は以上となります。欲しい選手はどのくらいいたでしょうか。今回は自チーム確定ありの段にしては豪華なラインナップになりました。ただ累計開封は我慢をし、グランドオープン後に通常の 67% を祈ることになりますので、当てれるよう頑張っていきましょう。続いては限界突破コーチを使うべき選手を確認していきます。
ということで、当たった際に限界突破コーチを使うべき選手を紹介していきます。まず個人的に考えるリーグ目線で限界突破コーチを使っていい選手はテロップの通りです。そもそも契約書の開封がグランドオープン後になってくるため、限界突破コーチの使用はお勧めしません。通常の 67% を引き当て、スピリッツ4600の選手を入手できるよう祈ってください。今回はとても分かりやすい形となっています。またリアタイ目線だとご覧の通りになると思います。今回は第6弾にしては豪華でしたが、積極的に使う選手はあまりいません。カブレラ選手は割と強いので、育成中に使ってみて打ちやすいなどがあれば使用する価値があると思います。その他純正補強やチーム状況との相談になりますので、各自のチーム状況と相談して冷静な判断を心がけてください。続いて累計で狙いの選手が当たらなかった場合、 A ランクでのおすすめ選手に関してです。OB は現役選手がいないため、基本的に強い選手を取っておけば問題ありません。今回だとカブレラ選手がリアタイ的に強く、松井選手が2年おきに登場するためおすすめの選手になってきます。またスピリッツ解放用に A ランクを取るのもありでしょう。各自の状況に合わせて取る選手を決めてください。OB セレクション第6弾、限界突破コーチを使うべき選手、その他解説は以上となります。自分の欲しい選手は決まったでしょうか。今回は OB 確率 33% の契約書となっており、リーグ勢はグランドオープン後に開封になるため、ほぼ無関係の内容になると思います。モチベーションが上がりづらいとは思いますが、累計回収までコツコツ頑張っていきましょう。この情報が良かった方、能力が把握できた方、ぜひ高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いて日付変わって撮影している8日10時現在、毎回恒例のイベント途中経過です。イベント攻略動画で解説した通り、今のところ自然回復で進め、本日からスタミナ回復を選択している自分の進捗状況としてはご覧の通りとなっています。自走車で進みに差が出るイベントですので、そこは頭に入れておきましょう。引き続き毎回の動画でイベント進捗状況は紹介していきますので、進みの目安としたい方は参考にしてください。また昨日の動画の方でも触れましたが、デイリーミッションで試合数のね、結構15試合とか出た時には、まあ、2倍試合をねあまりにも使用していると足りなくなることが多いので、その辺はうまく調整していきましょう。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日はファイナルミキサーを回す動画を上げる予定です。純正強化ができるか重要なミキサーになってきますので、よければ見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。